犬海中とは、世界中に分布する犬を呼び、犬化動物に寄生する海中。犬海中は、死有一体であり、成虫は9から18センチメートルの紅白色を、停し、収縮種の腸に寄生する。生犬では通常は寄生していても無症状である。対照的に要犬には、大きな障害を与え、死亡することもある。 大気宿主として幼虫が人を含む、脊椎動物及び、無脊椎動物に寄生することがある。人では、他の待機宿主と同様に幼虫を有した犬、海中乱の摂取により寄生が成立する。犬海中の幼虫の移行により、内臓幼虫移行症及び目幼虫移行症が引き起こされる。犬海中の成虫は尖った頭蓋と下部を有する、円柱状であり、 黄色の外皮に覆われる。頭外部には二つの側翼がある。オスは9 3 0 2 0 2 5センチメートル。メスは1 0 1 8 2 5 0 3センチメートル。犬海中の中卵は、楕円形あるいは球形であり、厚いタンパク膜に覆われている。大きさは72から85マイクロメートルである。犬海中は、 生犬の体内では成虫になることはできず、生後5ヶ月以内の子犬の体内でのみ成虫になれるという不思議な特徴を持つ。メス犬の筋肉中に幼虫が存在しており、妊娠中に何らかのきっかけで子犬へ幼虫が移行し、子犬の体内で幼虫が成虫になる。子犬の腸の中で成虫になった犬海虫が卵を産み、その卵を生犬や 他の動物が摂取することで感染が広まる。メス犬から子犬への伝播経路は、乳獣と胎盤との二つの説が唱えられている。メス犬から子犬への犬海中の伝播があるため、申請後への苦中薬の投与が強く推奨されている。ピランテル、フェンベンダゾール、ソラメクテンなどの苦中薬は成虫に対して効果を示す。感染している子犬の体内の支柱の産む卵は、 子犬の糞便中に混ざって、子犬の体外へ出る。卵が受精卵であった場合、およそ2週間ほどで受精卵が成熟し、幼虫包蔵卵となる。幼虫包蔵卵を固有宿主である犬が摂取した場合は、ほぼ無症状であるが、他の哺乳類が摂取してしまった場合、幼虫が体内を移行し重篤な症状を引き起こす。人間が、 幼虫法ゾラ乱を摂取した場合に起こる病態を、トキソカラ症と呼ぶ。犬海虫は、カキの二つの主要な型に分類される、寄生虫病であるトキソカラ症を引き起こす目、幼虫移行症内臓幼虫移行症。ありがとうございます。